くらかぎり今日のショーは今日あまりこう、せっつかないでも、こう、大人のその余裕を持って、でもこう、もっとアグレッシブっていうのがあって、そういう感じをやっていきたいかなとは思っています。はい。あゆえおって曲、1曲目もあれも本当に俺も今のあれコロナ禍なんで、上尾の上には愛がある、上を向いて歩こうっていう坂本九さんが、上には何があると思うというようなイメージになってて、なんで俺が上を向いて歩こうって歌ってるのかっていうことをなんか問いかけられたような気がしたんですよ、一時ああそうか、上にはって思ったらもうあゆえおって出てきたので、ね、ああ上尾の上には愛がある、ああだから上を向いて見上げてもらう世の星よとか、上を見上げるってことは上の上には愛があるんだって思って、あゆえおって曲を書いてました。で、愛っていうのはいつでも上の上に愛があるんだって言ったから、一応サブタイトルとしていつでも愛がある、そういう風にしてあげてるんですね。今キーボードでケイレブ・ジェームスっていう黒人のケイレブが入ってくれて、で、あとラッパ隊が3人で合計7人バンドです。うちはジャブラは今みんなそれぞれ歌って、それぞれオリジナルもやって、これからどん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 うちらもオリジナルを作って、やっていこうかな。ベーシスト何しようかなって言われて、全身では正代バンドっていうのがあったんだけど、その正代バンドっていうのドラムの高見君と一緒にやってたんだけど、別のベースにしようよって話になった時に、当時高見君がこの赤坂っていうのクロフィッシュでやってたソウルビートルズみたいなベースに日野ジーノケンジやってて、まあじゃあちょっとジーノ君と一回ちょっと合わせるから正代と遊びの出よって言われて、たまたま呼ばれたんだけど、この赤坂のクロフィッシュここに呼ばれたんだけどね、俺が予定が立てらんなくて用事が入ってたんで、ごめんなさいって言って断って来なかった。そこでああと思ったんだけど、実は2日後に西麻布で僕一人でアコースティックライブをやる予定で下見に行ったんですよ。でその時にいたらジーノ君が乱入してきて、深夜いきなりそのジャムを始めるわけだ。うん、でそこで原田健太君、原田翔さんの息子さんとか、あとレベッカの歌の森永さんとか、まあ、いろんな方、そうそうたるメンバーが来て、バーッとジャムをやってて、そこでたまたま呼ばれて、ああ、じゃあ将来も歌えろって言われて、そこで初対面で一緒になるので、で、ああ、北上、今、ジーノ回ってんだけどって言って、まあ、いろんなことあって、俺と北上と、じゃあジーノにしようって言って、ジーノに来たら、快諾してくれて、まあ、ジーノはほら、もうワールドワイドなやつ。だから世界の放送からマーカス・ミラーだとかメジャーランチとかジャコパ・ストリアスとか、もちろん日本ではミーシャとかアイとかいろんなところで全部バンバス勤めてやってるとか、まあ、素晴らしい男だけで記憶を知れたメンバーで、どこまでファンキーな音が出せるかとかね、そういったバンドですよ、ジャコパ。
我々ミュージシャンだけでさ、本当に、コロナになってから職業を変えた方がいいのかなとかいろいろ思ったり、いろんな人に相談したりとかさ、仕事なくなっちゃったり、ビルがなくなったりとか、レストランがなくなったりとか、会社がなくなったりとか、いろんな人になりまして、実家に帰っちゃったり、いろいろあるから、本当に、本当に大変なのかなと思って、で一つ思ったのが、こう「ノーコロナ」でいきたいと思います。ありがとうございました。昨年の8月に結成したんだけど、自分と僕とね、北上君というあのドラマの彼とちょっとなんかバンドやろうよじゃあバンド名はやっぱりちょっと自分らが決めようされるということで、じゃあどういう名前にしようかっていう話をしてたら、まあ、ジーノが忍者の社、忍者の社で忍者ブラザーズ、世界に行けるような名前にしようということで、忍者ブラザーズ、略してジャブラ、ジャブラっていう名前をジーノが持って、いや、それいいんじゃないの、それいいんじゃないのって話して、ジャブラ。もちろんその日本語の曲も、で、新しく、どんどんあの、まあ、このコロナ禍なんだけど、どんどんレベルアップして、今しかないファンもついてもらって、それからジャグラー、日本語、バーン
まあ、思ってみんなもう年が近いんで、うん、なんだろう、やっぱり俺たちいい年なんだけど、俺たちの若い者に負けないように、ね、こう誰かというとか、こう誰かこういう、なんだろう、なんだろう、フォークソングとか、その力の抜いたところも大事なんだけど、もう若い人たちが、なんだこのサウンドはっていう、そういうサウンドを作りたい、そういうバンドにしたいって言ったら、子供たちが、何これっていう、なんだすごい。今のオリジナルはね、今日、2曲ぐらいしかやらなかったんだけど、ウーベイビー、ソウベイビーって一番最初にやったアイウェオ、あれは、まあ、僕が作詞作曲してやるんだけど、ウーベイビー、ソウベイビーですよ。シードのナンバーワンって、まあ、これから徐々にどん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 増やしてやろうかなって思ってます。まあ、こういうご期待しておいてください。よろしくお願いします。というわけで最後にウーベビーソロウービー聴いてください。よろしくお願いします。よろしく。次の予定はね、神楽坂で5月の25日、まあ、このコロナのね、あの緊急事態宣言なんで、どうすればいいのかなっていうことを今リーダーと話して、どん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 やりたいんだけどね。で、今主にやってるのが横浜のサブザップ、あと原宿のクロコダイル、新鮮のライブアルスと、まあ、あと赤坂のこのね、クローフィッシュ、神楽坂のソシアルクラブ、池袋のアブソルトビュー、まあ、この辺ですかね、この辺で今やってます。で、あの地方の方も行きたいなと思うので、よかったらお待たせします。絶対楽しませますから、音の分量っていうので、みんな楽しく音楽をして、本当にこれが日本人ってほらちょっと恥ずかしさが、欧米人いないんですよね。まあ奥行かしさって言った方がいいのかな。でもこう前にバーッと出て踊ることができるんだけど、その日本人みんなもバーッと殻を破って踊らせてあげたい、そんなサウンドを作りたいんですよ。どんどん踊るんですよ。エルスタイル、欧米とか行くとみんなバーッと踊り込んでるんだけど、もうぜひ俺たちのグルービートになるといいなと思ったら、遠慮しないでどんどん踊ってほしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ブラックというこのバンドって僕は本当にあの今まで来た携わってるのは結構レベルが高いんで、ね、一生懸命追いついていくのに結構大変な感じです。でもすごくねいいなと思うのは常に自分をテーマにしているのがいいなって最近すごく思っているから、やっぱりこの年になってみんなでもっとどんどんどんレベルを上げていこう、レベルの高い人生に生きて、そういうところに身を向ける幸せっていうのはまたこれね、この年ではなかなかないかなって、実はちょっとしっかりします。本当にこのメンツで若い子たちがあーっていうような、あこれ勝てねえなっていうようなところまで行きたいですね。僕らのミュージシャンが大変なんでどうしようかなって開きなとは言ったけどね、今日は一番大変と演劇とかミュージシャンって死んでると思う。でも本当みんな負けずに頑張ろう頑張ろうって伝えたい、本当に伝えたい。